輪っか内市立輪っか内南中学校は、北海道輪っか内市緑一丁目にある中学校。同志緑、小間取、大黒一から四、末広一から二、西浜、稚内地区と港地区の校区を学区とする。2007年3月に稚内小中学校と統合し、現在に至る。南地区の発展に伴い徐々に生徒数が増加したが、ここ最近は、 横ばいか減少しつつある。騒乱節で有名な中学校であり、札幌で毎年開催されるよさこい騒乱祭りに招待され、出場したことがある。1993年に行われた第10回日本民用民、毎大賞で郷土芸能部がグランプリを受賞した。また、1999年から2005年にかけて、TBS のドラマ、三年 B 組、金八先生で、 生徒たちが南中騒乱を踊るシーンが取り入れられた他2003年には南中騒乱で騒乱武士を歌っている伊藤武雄が第54回 NHK 紅白歌合戦に出演した際はか内から伊藤の歌に合わせて踊る姿がライブ中継された2009年創立60周年を迎え同年から2010年度に 創立60周年記念事業を実施した。2010年8月には、南中の未来を語る会と題し、現南中世、元南中世、現南中教員、元南中教員、地域住民、PTA 等が、文字通り南中の未来を語った。同年12月には、生徒会が中心となり、10年後の2020年まで、We Are the Reading r o l 私たちが主役だないも、 外もかっこいい、南中の誇りと自信を築こう、というスローガンを発表し、校舎に掲げた。また、2010年10月24日に行われた、第26回文化活動発表会では、第1回の分割で披露された、劇、父ちゃんの海の続編を公開した、南中騒乱の歴史公式 HP。ありがとうございます。